Smooth as sugar, sweet. You got what I need. Sipping on the potion, all that kind of potion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Tested by the potion. Loving this devotion.高一ミスコン2023グランプリに輝いたのは、エントリーナンバー5番の瀬古音羽さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。中央にお越しください。高一ミスコン2023グランプリ、音羽さんへ村谷さんよりトロフィー、マント、ティアラの贈呈です。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは写真撮影を行います。ありがとうございます。それでは一言受賞の感想をいただきたいと思います。はい、皆さん、まずは本当にここまで支えてきてくださったファンの皆様、そして家族、今ここに来てくださっている初めて見る方々にもすごく感謝しています。こうやって出会えてすごく嬉しいです。口がカピカピですとりあえず本当に本当に感謝しています。これからが私のスタートだと思っているので、これからの私を楽しみに期待して待っていていただけたら嬉しいです。本当にありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。村谷さんからもお祝いの言葉をお願いいたします。受賞されたお二人、本当におめでとうございます。また今回受賞されなかった方も、今回の経験は誰もができることではなく、自分から一歩を踏み出そうと挑戦したからこそできた貴重な経験だと思います。この経験を忘れずにこれからも頑張っていてください。応援しています。ありがとうございます。ありがとうございます。瀬古音羽さんへは特典として女子高生ミスコン2023ファイナル審査へのシード権と賞金10万円が贈呈されます。ファイナル審査にもぜひご期待ください。はい。また8月3日より本選女子高生ミスコンの3次審査がスタートしています。ぜひ投票をお願いいたします。お願いします。以上、高一ミスコン2023でした。皆さんご講談ください。そしてプレゼンターの村谷春菜さんもありがとうございました。ありがとうございました。自己紹介をお願いします。高校1年生15歳の瀬古音羽です。千葉県出身です。そうですね、まずは本当にファンの皆様、家族に本当に感謝しています。ありがとうございます。そうですね、努力というよりかは本当にファンの皆様と楽しんでステージに立つで、そして皆さんに初めて会う方にも私の笑顔を届けて、みんなに元気のパワーを与えあげたいなと思ってここまで来ました。賞金あるんですね。イエーイ。あ、10万円です。そうですね、世界大会の旅費に使いたいなって思います。そうですね、私がここの高一ミスコンにその参加した理由も、まだ未だにない女子高生ミスコングランプリ、高一ミスコングランプリっていうダブルグランプリがないので、そこを狙ってダブルグランプリを取りに行きたいと思います。そうですね、私にできることを生かして個性ありありでいきます。頑張ります。安室奈美恵さんです。特技はダンスと歌です。少しだけできます。簡単に。こんなんでThank you.
はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。申し訳ない、こんなこと。いやいや、大丈夫。